ーリーが楽しめます。悩める主人公をうまく操って自由へと導きましょう。新しくストーリーを始めます。気楽にストーリーが楽しめます。なんだ？足場が下から崩れ落ちている。方向キーで急いで上に登って行こう。よし、石を動かして足場にするんだ。一段ずつなら登れるだろう。動かすったってどうすりゃいいんだよ。丸ボタンで石を掴むことができる。石を掴んだまま方向キーで押したり引いたりしてみよう。またイージーモードではセレクトボタンで行って前に戻すことができる。操作をやり直したい時に活用しよう。よし、よし。不思議な枕を手に入れるとステージをリトライできる回数が増える。見つけたらできるだけ手に入れておこう。よし、ゲット。よし、ゲット。石はむやみに奥へ押すな。上が崩れて登りにくくなるぞ。崩れる？石を闇雲に押してしまうと上が崩れて登りにくくなる。まずは引き出すことで足場を作ろう。よし、ゲット。よし、ゲット。次に大事なことを教えとくぞ。これだけは絶対に覚えた方がいい。大事なこと？その石には妙な癖がある。変だけで下の石とつながるんだ。変だけ？石は真下に何もなくても下の段の石と辺だけでつながって落ちなくなる。辺はつながる瞬間青白く光るので確かめてみよう。よし、ゲット。よし、よし。辺でつながるのは分かったか？わかんねえよ。要はなんか普通じゃないってことか？一辺でも触れてれば落ちないわけだから、階段状の足場を簡単に作れるだろう。まあ動かしながら慣れるしかない。石で素早く階段を作ることが全てのアクションの基本になる。辺がつながるのを生かして階段状にしていこう。
よし、ゲット。ここはどこなんだ？ゴールが近づくと鐘の音が聞こえてくる。で、とにかく頑張るんだな。お互い生き延びられたらまた後で会おう。おい、待ってくれよ。よし、ゲット。動かねえ。よし。よし、ゲット。出れるってことか。やべえ。おめでとう。完璧じゃないか。これで地下墓地は終わりだ。俺は明日の夜にまた会えるのが今から楽しみだ。ねえ、聞いてる？ねえってば。ちょっと聞いてんの？ああ、うん。なんか疲れているみたいだけど、大丈夫？さっきからぼーっとしてるし。ああ、ごめん。仕事朝からだったから。それより手当とかは？出んの？手当？休日出勤のに決まってんでしょ？まあ、いや、特には。特にはって、つくこともあんの？いや、ないけど。ないんじゃない。ほら、2個。なあ、キャサリン、死ぬ夢とかって見たことある？死ぬ夢？死にかけたとか？いや、死んでく夢。殺されてくとかでもいいかな。ないかな。殺す夢ならあるけど。え？君らしいよ。何それ。ねえ、私たちさ、何年目だっけ？え？そういや、何年になるんだ。長いから分かんなくなってるよ。あー、どうだったっけ？こっちが聞いてんのに。最近さ、やたら親が電話してくんの。どうしてんだって。へえ。もう年だし心配みたいでさ。仕事忙しいのは分かってくれてんだけど。うん、別に今のままで楽なんだけどな。まあ、なんていうか、楽なのが一番じゃん。先のことなんて分かんないっつうか。まあね。若い男性がまるで高齢者の孤独死のような状況で発見されたこの事件。詳しい死因はまだ特定できておらず、警察では事件と事故の両面から捜査するとしています。なお警察は始まってるから。おい、こっちビール2つで。はい。キャサリンさ、最近やたら親が電話してくるって言ってね。何も気にしてないって言ってんの。ベダーだろって普通ねえ先輩。それってどうなの？つーか先輩は、また当たっちゃってくださいよ。いいって、嫌なんだよ、ああいう。あ、それって、結婚しろって意味じゃないの？やっぱそう思う？他にないだろ。そうか、
結婚な。ガキの自分からお前とも長いが。いや待てってジョニー、まだ決まってないから。彼女との結婚嫌なのか。そうじゃねえけどさ、大事だし一緒にいたいけど、なんつうか結婚はまだいいんじゃないのっていうか、わかんだろ今がお互い気楽っつうかさ。お互いそれっぽいこと言ってたんだって。今も仕事第一ってか、もともとやりたいことやってくタイプなんだよ。知ってんだろ。いつまでもそうってこともないだろう。そういうんじゃねえって。きっと大体独身のお前に言われたくねえし。いや俺は結婚は運命の相手とって決めてるだけだ。お前とは違う。今の彼女にも結婚する気はないって言ってあるんだ。運命の相手に会えなかったら。だったらする気はないね。当然だろ。さすがっす先輩。それより聞いたか、ポールの話。死んだってやつ。は？死んだ？え、ポールってあのポール？ああ、離婚したって話は聞いてたけど、元気そうだったからな、驚いたよ。なんで死んだんだ？事故か？いや、朝部屋で死んでんのを母親が見つけたらしい。朝って、それ。ああ、原因不明って話だろ。ニュースになってるな。怖え、マジっすか。明日の朝俺たちも死んでたりして。バカ、やめろっての。またでっち上げて騒いでるだけでしょ。偶然っすよニュースとか。たく、トビーは能天気だな。そういや朝のことだけどさ、実はガキん時以来の寝小便かましたんだよね。なんだよそれ。超怖い夢見てさ。ま、内容はよく覚えてねえけど。うわ、お前いくつだよ。32。知ってるよ。なんか聞きたくねっす、その話。うるせえよ、マジ怖かったんだ。おい、まだいろよ。なんか今日帰りたくねえんだよ。ならキャサリンに来てもらえよ。昼間会ったばっかだよ。それにこんな話また心配かけちまうし。ああ、たく、こんなやつのどこがいいのかね。ていうか悪い、明日早いんだ。まあ飲みすぎんなよ。つーわけっす先輩、悪いっすけどお先っす。携帯電話を開くと着信メールを確認したりセーブしたりできる。一部のメールには返信も可能だ。確認してみよう。発言したり行動したりすると謎のメーターが現れ針が動くことがある。何を意味するかはまだ秘密だが、ヴィンセントの発言や行動は結末に影響する。とは思ってたけど、仕事変わったばっかだし苦労はかけたくないよな。ユクアルメヨ、
話とかって彼女らしくないよな。もうこんな時間か。君か。何を戸惑ってるの？早く扉に入りなよ。もう引き返せやしない。ここは罪人監獄、迷える羊が死ぬまで囚われる牢獄さ。じゃあ今夜も始めようか。Come on.
助かったってことだよな。よっしゃ。おめでとう。これで第二階層罪人監獄は終わりだ。今夜もなんとか乗り切ったみたいだね。明日の夜また会えるのを楽しみにしてるよ。何なの？あんたがいるから B 戦車が混乱すんのよ！キャサリン！やった！